愛席スタート山添館の桜橋 919! 貸主の皆さん怒ってますか毛高き債務者、愛席スタートの山添館です。好奇心が開花するエンターテイメントの架け橋、桜橋919。毎週火曜日は私、愛席スタートの山添が東京の肉茶スタジオから生放送でお送りいたします。えー、ご新規の皆さん、必ず楽しくします。少し僕に時間をください。<laughs> えー、ちなみにですね、あの、ラジコのタイムフリーで聞いてるご新規さんがいらっしゃいましたら、大体あのー、えー、23時20分ぐらい、うん、こから20分ぐらいまで飛ばしていただけたら、あの、絶対ついてこれますので、そのようにあの、約束させていただきますので、あの、オープニングしてるの僕全然ありやと思ってますんで、うん、飛ばしてください。はい。<laughs> まあ、避けて通れないでしょう。えー、サイン競馬、結果発表のお時間となります。 G1、えー、限定で行う、その週の生放送で起きた出来事、リスナーのメール、えー、私、山添の発言などから、数字や色、競争場の名前を導き出し、ベッドする、山添桜橋名物のサインケーパー,、えー。この番組のメールサーバーが壊れる前、えー、いわゆる第1期の山添桜橋では毎週行われていたんですが、第2期からは、ま、月1開催で行こうということで決定いたしました。 先週、その記念すべき第2期の一発目の予想を行いました、えー。今回予想したのはですね、10月16日、この間の日曜日に行われた G1 レース秋華賞でございます、えー。こちらのサイン競馬がですね、やりすぎたことにより、牝馬のレースは勝ちやすい。その日生まれたノリから発信されたサインは勝ちやすい。など、もうもはや統計学の世界にもなってきております。はい。で、 今回のサインが、オープニングで、えー、先週のゲスト、一座の振り返りを、あ、まあ、その前の週ですね。前週のゲスト、一座の振り返りをしたことから、一座の話に出てきた印象的なワード、屋根。フリートークでした、オールスター感謝祭のチャンピオン、優勝者の、えー、屋敷。えー、こういう話から、家がキーワードなどではということから、あかける馬は、アートハウスという馬に決定しました。 えー、来たる10月16日、15時40分、えー、阪神競馬場、我々の夢は、アートハウスに託されました。それでは、サイン競馬の結果を受けてのメールをご紹介させていただきます。恐怖、ブラックヒポポタマス。何が牝馬に強いや。何が統計学や。何を信じたらいいんや。信じたこっちが悪いんか。 もう何も信じられません。<laughs> めっちゃ怒ってるやん。ラジオネームパンダや。今までありがとうございました。これからは昔喋聞きます。<laughs> さようなら。<laughs> ッッ広島県九字のクジラ。山添さん、謝らないでください。ん謝罪なんて必要ありません。僕らは、 あなたのことを信じ、裏切られた。ただそれだけのことではありませんか汗水垂らして働いたお金を、僕らは一瞬に水の泡にしてしまった。ただそれだけのことではありませんか山添さん、謝らないでください。謝って済む問題ではありません。<laughs> <laughs> やっば。絶縁、告げられてそう。埼玉県ゲリラ昆布 山添さん、このメールは届いてますか僕はこの週荷所サイン競馬の通りにアートハウスにかけました。結果は皆さん知っての通り、無残でした。きっとこのメールが届いてる頃には僕はラジオを聞いていないでしょう。<laughs> そうです。サイン競馬で山添さんに愛想が尽きてしまいました。山添さん、今までありがとうございました。どうかお元気で。 いやま、だ、まだある <laughs> 千葉県小林部活やめるってよ。わかってる。ギャンブルは自己責任やんな。ありもしないサインに乗った自分が悪い。だからカン君に言うことはないよ。むしろ、興奮させてくれてありがとう。でも、最後に一言だけいいかな。二度とこの番組で日向坂の青春の馬かけんなよ まだあるまだあるって3体がもう切れました <laughs> やばいやばい安田さん安田さんが生まれた一座の安田さんがもう一人やばいあーめちゃくちゃ怒ってるよくメールくれる人たちが怒ってる最悪やそんな日に限って今日のミクチャスタジオには 証明が増えています,すいません。ご無礼なことをしてしまってすいません。ただ、この照明は皆さんに反省してる顔が少しでも伝われればいいと思っての照明でございます。ああ、<laughs> そうなんです、皆さん。あのー、アートハウスという,うサイン競馬、えー、着順の方は5着でございました。<laughs> えー、まあ副賞を勝ってたら3着以内であれば入賞ということですけれども、えー、1着はちなみに、スタニングローズ。2着がナミュール。3着がスターズ・オン・アース。これ全部サインで出てたんです。えー、1着のスタニングローズは、第一期をご存知の方で言うと、2競馬って言って言ってました。 えー、ナミュールはあ乳首舐める話をしたからナミュールってサインくれてましたそれ無視しました、えー、3着スターズオンアースも、えー、15歳のリスナーがご了承してくれてましたなのに15歳が何を分かっとんねんみたいな感じであしらい、えー、月曜日の鎌田さんのリスナーがかき回しに来てんちゃうかみたいなことで軽くあしらって終わりました はい。おメールが。えー、ラジオネーム、ミミミカン。こんばんは。先週メールを送った、えー、15歳リスナーです。先週の放送で私が推薦させていただいた馬を覚えていますでしょうか忘れたとは言わせません。スターズオンアースです。<laughs> 結果は1着にはならなかったものの、3着に来てくれて、馬券にしっかりと絡んでくれました。ですが、先週の放送では、山添さんは、 15歳が俺らを騙しに来たとおっしゃっていて、心に深い傷を負いました。<laughs> 若いリスナーも楽しめるのが桜橋919だと思っていたのに、そうやって山添さんはまた若いリスナーを失っていってしまうのかと悲しい気持ちになりました。<laughs> ですが、今回私が予想を当てたことで若いリスナーへの信用を得られたならとても嬉しいです。今後も放送を楽しみにしています。<laughs> ごめん。 耳みかんごめんごめん <laughs> ああ。そうやんな。やっぱ分かってたんや。メールくれてたんやな。えー、皆さんも、お伝わってる通り、リスナーのみんな爆切れでございます。えー、サイン競馬名物、ノリで切れてるのか、本気で切れてるのか、絶妙にわからないリスナーが、続々と増えています。<laughs> えー、そしてですね、こっからが本題でございます。 リスナーが一番気になっているであろう部分このサイン競馬本編とミクチャのアフタートークで予想を変えるマルチエンディングシステムが発動する場合がございます <laughs> <laughs>、えー、今回のサイン競馬本編はアートハウスで終わりましたが実はアフタートークではスタニングローズにかけようとしていました <laughs> <laughs> えー、マルチエンディングシステムが発動していた場合、私山添だけ <laughs> 爆勝ちしていることになるんですが、<laughs> えー、今回、私、集華賞ではですね、アートハウス、頑張れ、馬券でございます。2> <laughs> えー、2万2万、え単、ー、勝2万に、副賞2万。で、4万。一応、えー、皆さんにお見せしておきますけど、 おみくちゃんの方にはねお見せしておきますけどこちらですねはいこちらでございますでこれ一件ねさらにあの違うのが足されてますけどこれはりんたろウがあの俺また今回第2期スタートしたからあの買いますっていうことでりんたろウもちょっと乗っかってじゃあこの馬にっていうのでりんたろウはねちなみにねえー、グジットランしたのでイグランタインに 一万いかしてもらいました。って言ってましたね。で、ちゃんと外してます。はい。ということでね、アートハウスにもちろん僕は勝負かけましたよ。けど、お外れましたね。えー、そうなんです。なので、まあ、その、最悪な裏切りはもちろんしてません。うん。でも、スタニングローズに、あの、かけたら、ほんま買ってたんですよ。まあ二分市まで行ってたんですよ。でね、あの、実はね、 ここだけの話ですけどアフタートーク行って <laughs> 俺は高橋さんに、まあ、マルチエンディングちょっとやりましょうかって言ってねアフタートーク行ったんですよあの日であのー「スタニングローズ行くのありっすよねえ」って俺高橋さんに言ったんですよそしたら高橋さんがほんまに引いた顔してたんですよ <laughs> あんだけ本編でアートハウス決定したことを告げて <laughs> ほんまにスターニングローズに行くのはやばいっていう顔をしててあそれはやっぱやばいかと思って一応アフタートークでもえーアートハウスにしたんですけどあそこで高橋さんを振り切ってスターニングローズ行ったら僕は買ってました <怖い S 1> なんであっちにこんな1000も借りてへん貸主の方を こと考えてアートハウスの方を僕連れてったんですか <laughs> スターニングローズやったらウンマンも買ってましたよ。<laughs> くっそ。冗談ですやん。皆さん。<laughs> そんな、そ <laughs> 思てませんって。<laughs> <laughs> <laughs> さあ、ということでですね、えー、っと、本当に、俺が、一回でも言ったか<笑><笑>俺に乗っかれって。俺いつでも勝手にせえ言うてるよな。何を、 なんか、その、自分のせいじゃなくて、俺に導かれたみたいなせいにしてんねん。もうついてくんのやめてくれ。<laughs> もう頼むわ。もうついてくんなや。<laughs> お前おだぎりじょうみたいになってんで、ね。<laughs> な。<laughs> これはだ、自己判断やん。 俺の、あのー、インスタにも DM なんか数件来たよ。アフタートークで、俺がアートハウスとスタニングローズで迷ってて、スタニングローズに私は行った、俺は行ったで勝ちましたっていうの。そっちも来てんねん。負けたやつだけやねん。俺のせいにしてんの。で、勝ったやつは俺のおかげって一個も言ってけへんねん。おかしないかそれが競馬か 一生ついていきます。真珠しますって言ってたやつもおったよな。そいつらの行動かこれが。負けた時一緒に、こう、傷を舐め合う。それちゃうんか負けたら俺のせいにして。がっかりです。君らには。肉ちゃんに今目合わせて言ってるぞ。 お前らにはがっかりしたわあ。ほんまに。その程度のギャンブラーかと。うん。もっと分かり合えるリスナーかと思ってた。うん。まあまあ、これから俺は、あのー、次回の11月のサイン競馬、G1 のレース決めようかなと思いますけども、もうほんまに、ほんまにその、頑張れるやつだけにしてくれ。<laughs> まあ。あのー 強くない人は、もう、来たらやられるだけやから。もう、ラスト一回だけチャンスやるわ。つ <laughs> いてこれるチャンス。もうラスト1。もうほんまに自信ないやったらもうやめとき。もうそんな簡単な世界ちゃうから。ほんまに。ちゃんとその自分を持ってて。 誠実さがあって、真心を持ってて、人に優しくて、で、あの自分のことよりも他人を思いやれる人だけがサイン競馬できるから。えー、ということで、来月はジャパンカップにしようと思ってます。ちょっとね、あのー、何レースかありますけども、来月11月の G1 レースはジャパンカップで行こうと思います。えー、皆さん、 期待します <laughs> 最後のチャンスです <laughs> さあ。ということでサイン競馬今回も敗北ということなんですけれどもこれもまた面倒くさい案件がございましてですねあの月曜の女の子がなんかいろいろ言ってきてるらしいんですよあの何さんでしたっけあの名前に刃物が入った、うん、何でしたっけ刃さんかなんか言いましたよね なんか、ナイフさんが。えー、何でしたっけえー、っと、ほ、包丁元さんでしたっけ <laughs> <laughs> な、何でしたっけ <laughs> なぎなたにしさんでしたっけ鎌 <laughs> 田さんあ、鎌田さんですわ。そうそうそう。鎌田さんがですよ。<laughs> あのー、そのね、 サイン競馬を勝手にやってるという密告メールが届いたんですよ。で、それについてのちょっとメールが来ておりまして。はい。えー、トリケラトプス、山添さん、大変です。先週、リスナーのメールから始まった鎌田さんとのサイン競馬対決ですが、 どうやら食い違いがあって少々問題が起きていたようなので、月曜桜橋に潜入調査をしてきました。ありがとうな、ほんまいつもトリケラドブス。先週リスナーから送れてきたメールによると、え鎌、ー、田さんも山添さんに対抗してサイン競馬を始めたとのことでしたが、そうやったよね。実際はそこに戦う意思はなく、えー、野球の話をした流れから、ただサインを考えただけとのことでした。このことに関して、鎌田被告は、 山添さんがやっているサイン競馬を少しでも盛り上げようという気持ちでやっただけと述べており、決してコンテンツ泥棒ではないとおっしゃっていました。そして山添さんは戦う意志のないものに勝手に勝負を、えー、挑み、えー、い,いじめようとした悪者になりかけていました。えー、これは、 ご情報を提出してきたスパイリスナーが悪いのか、曖昧な伝え方をした鎌田さんが悪いのか、事実を確認せずに勝負を開始した山添さんが悪いのか、<laughs> さらに、 か田さんは山添桜橋ではサイン競馬が月1開催になっていることを把握しておらず、今週の喫下賞のサインも考え出し、日本シリーズの対戦カードが去年と同じことから喫下賞も去年と同じ枠番、馬番、機種が馬券に絡むと予想していました。しかも、サイン、 えー、サインだけでなく、ガイアフォースという馬にも注目しているという欲張り予想をしており、<laughs> 山添さんに対して、コンテンツ泥棒はしないから、こっちのサインに乗ってもいいよ、とまで言っていました。<laughs> 僕たちは山添さん、鎌田さん、リスナー、誰を信じて誰についていけばいいのでしょうか。いや、ほんまにこれは、やらかしてる。<laughs> 踊らされた。ほんまもう、 ひどい話ですよ。恥ずかしい。勝手に火ついて。だってさ、同じ桜橋でやってるパーソナリティ、まず絶対味方やん。<laughs> そこに、牙剥いて、こっち来んなや、みたいなこと言って。<laughs> でもそれはじゃあ、まずは、密告メールがずれてたんですよ。えー、 めっちゃ説明少なかったんですよね。密告メールにそもそも。そこからなんじゃないかということなんですけど、前回の密告メールちょっと、高橋さんがまた改めて持ってきてくれたんで、読ませていただきます。え、ラジオネーム飛行中のコーヒー。飛行中のコーヒーいつもありがとうな。昨日の鎌田さんの桜橋では、 今回のサイン競馬のサインは、村上選手のホームラン数が56本だったので、5番と6番の馬か、占い師にラッキーナンバーと言われた8番と6番と3番の馬と言っていました。もうこれでいいんじゃないですかというメールが来たんですよ。これちょっと説明少なすぎへん。<laughs> 俺がさ、一瞬で鎌田さん側から、 こんな話が来てるってなったら、日がつくって分かってて送ってきてるやん。かき回しやん。<laughs> 漫才師、コント師とかがいるなら、飛行中のコーヒーは、かき回しやと思うわ、俺は。<laughs> えー、ちなみにこの後すぐに、サイン競馬するらしいから、河まさんも考えてっていう、メールを受けて予想してたっていう説明のメールが、あ飛行中のコーヒーから来てたらしいんですけれども、 ななぜ一通にまとめて送らない <laughs> 絶対誤解を産むやん飛行中いやコーヒーどっちで読めばいい <laughs> えこれも俺らを困惑させてる <laughs> えこのさ二通に分けるのはそのラジオのメールを LINE か何回思ってる <laughs> えー、飛行中のコーヒーこのこのラジオネームはまず何なん,なんや <laughs> 飛行中のコーヒーヒは 飛び回りながら、じ、飛び回っていろんなところに煙を立たせ。自分はほっと一息ってことか。<laughs> <わ>ブレイクタイムってことかいろんなとこ壊し回って。<laughs> お前ひとまずあのドーナツ屋の地下労働施設行き決定な。な、覚悟しといてくれ。 えー、謝罪の意味も込めまして、えー、菊花賞鎌田さんの予想、みんなで応援しましょうね。ね。ご迷惑をおかけしたんでね。うん。田さん、あのー、応援させていただきますんで。これは、あのー、謝罪の意味込めまして、本当にあのー、火曜チーム、全勢力で鎌田さんの予想、えー、恋恋いいと、大勢で祈っております。うん。お金はかけません。うん。 各々でやるんででも外れたら怒りますそれを鎌まさんに乗っかったんでうんいや本当に鎌まさん失礼しました月曜チャンネル失礼いたしましたうん、えー、ということでございまして、えー、生放送リスナーさんの皆さんからもメールで参加していただきたいと思います今夜のメールテーマは「年下にかましたら失敗したこと」 こちらを送ってください。受付メールアドレスは yamazoe.obc1314.jp 山添 .obc1314.jp です。リアクション、感想、メールお待ちしております。ツイッター、ハッシュタグ、山添桜橋919こちらでたくさんお願いします。この番組はスマートフォンアプリのミクチャで同時生配信中です。スタジオの様子を見ることができたり、放送後にミクチャ限定のアフタートークも配信、さらに放送終了後から1週間アーカイブ配信でも見ることができます。ぜひミクチャの方でもご覧ください。 スタート山添館の桜橋919このあと1時までの2時間ぜひ最後までお付き合いお願いしますここで1曲「THEBLUEHEARTS」ブルーハーツで「未来は僕らの手の中」この時間は相席スタート山添館の桜橋919をお送りしておりますということでございましてねえちょっとね皆さんあのー、この間ツイートをさせていただいたんですけれどもあのー、矢島啓太が ヤジマリーになった日っていうライブ、あのー、おすすめですって言ってね、オンライン視聴して、みてくださいみたいな感じでちょっと告知させてもらったんですけど、4日前か。これ見てくれた人おるかなこれがもうめちゃくちゃおもろくて、あの、そもそもね、ヤジマリーさんご存じない方のために説明しておきますと、あのー、スカちゃんさんというコンビで、相方が、あの、ホクロ、 占いがで、きる宮本さんという方でこの番組では一応、あのね、寸胴マンとしてご紹介させていただいた宮本さんなんですけれども、<laughs> の、えぇ、ー、ホクロ占い。まあ、いいともとかもレギュラーでやってらっしゃいましたし、そまあ、その宮本さんと、で、え相方の矢島りさん。で、その矢島りさんは、あの、お笑い向上委員会、さんまさんの番組とかで、モニター横とかで大活躍されて、 呃、ジャニーズに憧れて、この世界に気づいたら入って、一回もまだ合格通知来てないんですの、ヤジマリーさん、なんですね。で、そのヤジマリーさんが、ヤジマケータ、まあ、本名からですね、ヤジマになった日というタイトルのライブに誘っていただいて、で、えー、ヤジマリーさん以外の芸人が7、8人ぐらいですかね。でトークライブって言ったら、ま、いろんな、 その、まあ、トークテーマで、こう、ディスカッションしていくと思うんですけど、それはただただ、矢島理リーさんの幼少期から、ああ、起きた印象的な出来事を聞くという、う話のライブ、やったんですよ。もうシンプルに我々はもう聞き役が大勢いるだけ。もうこれがめちゃくちゃ面白くて、で、そのライブができ、あの、出た経緯も、もう多分オンラインね、変えなくなってるんですよ。もう多分締め切り終わってて。で、えっ、ー、と、このライブが多分できたきっかけも、 矢じまりさんご本人は普通だと思ってる話が、あの周りの人間からしたらきっと面白いからって言って、ついてた作家がぜひライブにしましょうって言って立ち上げたライブなんですよ。でね、聞かせてもらったんですけど、ほんまに、ドラマチックというか、よくそんな一人に、そんな出来事が、あのー、一人の芸人に詰まってるなという感じがしてね。 あの、小学校の時に、ヤジマリーさんというね、先輩、僕の一個上の先輩で、K さんと同期の方なんですけれども、まず小学校の時に、えっと、登り棒あるじゃないですか。ヤジマリーさんはなんか知らんけど、滑り棒って言ったんですけど、登り棒に登って、そっからなんかこう手が滑って背中から落ちたんですって。で、救急車に運ばれたと。で、それきっかけで、なんかこう喋るとき言葉が詰まりやすくなったんですって。 で、今まで明るい、あの、小学生やったらしいんですけど、うまく喋れへんくて、あのー、周りの同級生とかにクスクス笑われるようになったと。で、なんか、まあ、えー、この問題わかる人いるあ、矢島って先生に当てられて、あの、答えようとするけど、まあ、言葉に詰まる。で、それでまた同じクラスの子らが笑う。みたいなんで、どんどんなんかこう、塞ぎ込んでしまって、不登校がちになるんですよ。で、学校行かへんなる。 でずーっと学校行かへんくてさすがにお母さんがこれもういかさんとってなってえー矢島りーさんをね起こして行きなさいって言って家の外まで見送ってじゃあ行ってらっしゃいって言って行ってきますって言って久しぶりに家出たんすってで角曲がって学校行くふりして裏から回って家のガレージ の、車の後ろで体育座りして、ずーっと何時間も待ってたり、時間潰したりしてたんですって。ほいで、車の後ろで体育座りして時間潰してたら、あのー、お母さんがね、洗濯籠持って外に干しに来ようと思って来たんですって。で、ずーっと体育座りで、変わらぬ景色で時間だけ過ぎるの待ってたから、人来た、お母さんやっていう嬉しさで、お母さんに向かって、わーって飛び出したんですって。そしたら、<laughs> お母さんが、矢島りさん抱きしめながら、どうしてこんなことになったのって言って泣いたと。<laughs> ほんで、お母さん泣かしてしまった。これあかんってなって、行かないかなと思うんですけど、まあなかなか行けずっていう小学校時代。で、中学でも、まあいろんな小学校から、あ、 中学って来るじゃないですか。で、それで馴染めず、それでもちょっとこう学校行かへん日があったりして、で、家いる時にある日ミュージックステーションを見てたら、そこにタッキー翼が出てて、この人たち何って言ったら、お母さんがジャニーズの子やろって言って、ジャニーズ好きになって、そっからジャニーズになりたいと志すと。ね。で、中学上がって、高校っていう時にね、 えー、高校でね、新規一点測るんですよ。で、まあ、その当時の写真がライブで出るんですけど、高校の時までね、中学までは、ぽっちゃりしてるんですよ。で、高校の写真は、シュッとしてて、スマートで、あ、かっこいいですねってみんな思ってて。ほなら、それが、中学、まあ、卒業する前に、ある日、家で、あの、寒気がして、急に、バーって寒気して、そのまま倒れたんです。 で、大丈夫かって言って。39度とか、熱あって。で、お母さんが体が冷え切ってる、あかんって言って。まず風呂やって言って、風呂溜めてあげるから、って言って。で、湯船にお湯溜めてくれたらしくて、あんた入りって言って。で、入ったら、お母さんお風呂のスイッチ入れてなくて、水風呂やって、足入れた時に、冷たって言ってそのまま,また倒れたんですって。で、救急車運ばれたんですって。で、救急車運ばれて、その内容を聞くと、 風邪とかではなくて、盲腸のもっとなんかひどい版の腹膜炎っていうやつやったらしく、お医者さんに、あの、一歩間違えたら死んでたよって言われたんですって。で、それは、腹膜炎の人が、あったかいお湯に浸かると、それ間違えで、お腹膨張して爆発してなくなるんですって。だから、お母さんがたまたま水風呂やって、その一命取り留めてたんですで、すぐ、 入院ってなって、その半年間ぐらいの入院の中で、28キロぐらい痩せて、シュッとして、めちゃくちゃかっこよくなって、高校入学ってなったと。で、え髪の毛初めて染めて、えー、高校、登校初日、登校したんですって。そしたら、ポトって頭に落ちてきて、なんやろうと思って上見たら、あのー、3年生の先輩が校舎からツバタらしてて、お前ちょっとこっち来いって。 呼ばれれれれてててて連行かれて部室で全裸にされてお前、あのー、すぐ丸坊主にするか、今、ここで、えー、賃貸燃やされるか、どっちか選べって言われて <laughs>、明日から黒できますって言って、次の日に黒に戻して投稿するようになったんです。だから、まあ、新規一点ではなくなったけど、まあ、黒にしたと。で、投稿するようになって、まあ、馴染めへんかったけれど、親友が一人いて、その方がすごい方やったらしく、 えー、学校の担任の先生に生徒会長やれって言われるような方やったんですっでもその親友が矢島リーさんの人間性をすごく分かってて買ってたのか、えー、矢島が生徒会長になるんやったら僕副会長やります。いや、矢島に生徒会長なんてさせられへんわってなって。じゃあ僕生徒会長やりません。みたいな。それはもう断りますって言って。じゃあ分かったって言ってその先生が、 あのー、投票数で、じゃあ矢島が1位取ったら、矢島が生徒会長でもええよと。でももし取れへんかったらお前生徒会長やれよって言って、分かりましたって言って、学校中にビラ作って配ってくれて、矢島理ーさんが生徒会長になったんですって。投票数1位になって。で、 生徒会長って朝礼の時とかに最初に挨拶して、で校長先生の話とかにパスするらしいんですけど、そこの時間で、えっ、ー、と、当時オンエアバトルとかを見てて、バナナマンさんのおコントとかをちょっとこうパクって、軽いショートコントみたいな感じで、一人でお笑いやって、最後ガラスの10代歌ってっていうのを、毎朝礼でやってたら、あの人何ってなって、超人気者になって、 女子の間でヤジマリーさんのファンクラブできたんですって。で、ヤジマリーさんがクラスで授業を受けてたら、勝手にドア開いて、他のクラスの女子がヤジマリーさんの写真をパシャパシャって盗み撮りして、わーって逃げるみたいなんが行われてたんですって。で、これでもうしびれ切らした先生が、ヤジマリーの写真カーテン撮るの禁止って決まり作って、その代わり、昼休みにヤジマの あの、昼休みの時間の15分間、矢島が女子と喋る時間をしっかり設けるから、そこでみんな我慢しなさいっていうルールができたんですって。それぐらい学校中の人気者になったと。すごいっすねって言って、そういう高校時代を迎えて追い張ったんですよ。で、大学が、ま、あの、東京の大学、長野県出身やったんですけど、東京の大学に行くってなって、それが、 英語入試。僕は大学ちょっと行ってないから全然ちょっとシステム分かってないんですけど、英語入試ってやつで受けると。で、小論文を最初送ると。で、えー、オービリン大学に小,あの小論文を送るってなって、普通ならオービリン大学音宙って書いてバーって書くらしいんですけど、英語入試の都会しちょっとかまさなと思って、オービリン大学音宙。 って書いてショののを送ったらもうそれが学校にバレて担任の先生とか工場とかに呼び出せってバチバチに怒られてで栄養入試行くってなって、えー、と各教室になんか先生がいらっしゃって1人ずつ入って受けるみたいなで手前の人が終わらはってちょっと軽くどういう質問されましたなんて聞いたらなんか経済の高校こういうことで質問されましたよみたいなことであっ当ですかありがとうございます。で学 学校のその勉強や矢島りさん全くできなかったんですって。まあ、小中も学校不登校勝ちやったし。やけどまあ、生徒会長やってるっていう稀な存在やったんですけど。だから、そういう質問来たら困るな、と思いながら、あの、面接の場所行ったと、うん。で、トントンってノックして、はい入ってくださいって言われて、自分が座る用意された椅子まで、ダンスのターンで行ったんです。<laughs> ほんならもう、ほんまに冷めた、引いた顔で、 あ座ってくださいって言われて <laughs> はいって言って座ってでもう程なくして経済の質問来てそれに対して矢島さんが「そんなところより聞いてくださいガラスの10代」って言って <laughs> ガラスの10代をその場所で歌って <laughs> で、えー、じゃあもう結構ですって言われて1組20分ぐらい用意されてんのに矢島さんだけ34分で終わらされて どうぞお帰りくださいって言われてそれでもめげずにその部屋をターンで出てったんですってでやっぱ落ちたーってなったら数日後矢島さん受かってたんですってえ受かってるってなってよかったーってなってでまあその後日その面接当時やってた先生がゼミの先生でいたらしくて話聞けるタイミングがあったから僕って何で受かったんですかって聞いたら 8人面接してた先生いて、そのうちの7人が罰つけたと。矢島リさんに。やけど、学校長だけが20丸つけてたらしくて。<laughs> で、他の先生方が、なんでこの矢島ってこう、丸なんですか校長みたいな。で言ったら、こういう子がいるから世の中おもろいんやろって言ってくれたらしくて、それで入学できたんすって。 もうこんなドラマチックなことありますやっぱドラマ作るときって紛れもなく学校長やないですか学校長は理事長やないですかほんま現実世界であるんや、みたいな気持ちになってて。で、大学行くと。で、大学行って、まあ断るごとに、まあその、当時まあその、東京の方には友達いいんかとして全然馴染めなくて、でも高校ではスーパースターやったと。で、断るごとに、まああの、 地元の長野の方をやったかなに戻ったりしてたんすって。で、えー、自分でホールを借りて、実費で。で、無料で、あの、同級生たち読んだりして、ビラも配って街中に、ホールパンパンにして、ダンス、歌のショーをやったりしてたんですって。地元で一人で。そしたら、地元のテレビ局が <laughs>、目つけて、リハ本番って言って、 あの、カメラで撮らせてくださいって来たんですって。で、その後、最後、ヤジマリーさんの実家で食事風景、家族で団らんに過ごしていらっしゃるところを、あの、今後の展望とかを、あの、私たちインタビューさせていただけたら嬉しいんですが、って言って、一本丸々ヤジマリーさんの密着の番組ができたんですって。では、ぜひって言って、実家にカメラ3台来たんですって。スタッフさんたちと一緒に。ほんなら、 学校、あ、じゃ学校じゃない。あの、家族はもちろん初めてのテレビ、カメラでガチガチに緊張したんですっでも家族団らんの風景を撮りたいと言われてるから、いつも通りせない、いつも通りせなってなってる。で、もうこういうそのダイニングテーブルの上にパスタドーンって置かれて、お父さん、お母さん、弟って言って、矢島理さんが座ってて、矢島理さんの横に、えっ、ー、と、まあ、インタビューの方がいて、 カメラに一番近いポジションで矢島マさんがインタビューを受けている。その背景に家族がだなんで普通に食事しているみたいな感じの構図始まりますってなって、インタビュー始まったんですって。そしたら、後で V で矢島マさん確認して知ったらしいんですけど、<laughs> 緊張しすぎて、お母さんあの、箸もスプーンも何も用意してなくて真ん中にパスタドン置いただけあったんですって。で、弟お父さんお母さんも緊張したまま、 たたたただだだパスタ見つめっただけやったんですってで途中で我に返ったようにお父さんが「あっだんだん風景や」ってなってあの啓太がこうやってインタビュー受けてんからいつも通りせなあずっとなんかこう動きがなかったぞと思っておもむろに手ですパスタつかんで食べ始めたんですって。 で、弟もお母さんも、あ、そうだだんらん、だんらんってなって、お父さん先人来てくれてありがとうってなって、弟もお母さんも手でパスタ食べ始めたんすね <laughs> で。その映像、それが背景でインタビュー、今後の展望をただただ語ってる、えっ、ー、と、矢島里さんの、その映像が、地元で、なんか、 リピート放送で1日に8回流れたらしくて、<laughs> <laughs> 地元の人全員知ってるような状態になって、お前んちどないなってのの飯みたいな言われるようになったと。で、そういうこともありつつ、大学時代も終えて芸人になると吉本入って。で、デビューして3年目、25歳の時に、もう、心折れて諦め、 というのも、まあ全然ライブというライブも出れない。選抜クラスとかもその養成所の時に結果出せてない。もちろん月1回2回しかないチャンスのライブでも結果が全く出ないのタイミングで当時の相方さんに解散を告げられたんですって。で、こっからピンになる。残ってるのはバイトだけみたいな。あもう笑い諦めなあかんなって思ったんですって。で、その時に、なんかそういえば25歳って、 俺ん中でなんかあったなーって思ったんですって。で、思い返してったら、学生時代に付き合ってた彼女が25歳の時に、この時、この場所で会おうねって約束があったなーみたいなのを思い出したんですって。あ、そうや会おうっていう約束してたってなって、よしじゃ地元にその時帰ろう会いに行こうってなったんですって。ただ、日と場所、 思い出されへんってなって。その地元っていうのは覚えてるけど。まあ、とりあえず変えるか。でも日はそういえば、あの日やったような気がするって言って、9月8日や。俺が告白して付き合った日や。その日って言ってたはずってなって、たまたまそれが8月の暮れやったらしくて、行けるわってなって休み取って、えっと地元にやっこばせて帰ったんですね。ただ時間も場所もわからへんと。で、場所は、2つまでは候補が上がったと。 で、その二つの候補は、一個が立体駐車場。というのも、立体駐車場の上からの景色がすごい綺麗で、二人で一緒に見に行った記憶があると。で、もう一個が、自分が告白した場所。告白した場所。うん。告白した日にした場所。このどっちかやってなって、まあ、とりあえず、何時とか分からへんけど、もうその日と決めつけて、地元帰って、立体駐車場から行ったんですよ。朝の7時について。で、 立体駐車場登ってうわーめちゃくちゃ懐かしい綺麗やなって言って見てあーええなーって思って2時間経って3時間経って12時ぐらいになって「俺何してんねん」ってなって「<laughs> 何してんの俺」って思いながらずっと時間経って2時3時4時5時超えて「違う!」ってなってここちゃうもう一個の告白した場所やってなってもう立体駐車場降りて向かったんすってだから途中で「あっ!」 やばってなって、財布と携帯忘れたって言って、立体駐車場戻ったんすって。やばいやばいやばいとって思って、また上がって、立体駐車場の屋上のとこガチャってドア開けたら、その彼女がいたんすって。うわーってなって、ぶわーって涙出て、え、なんでやっぱ会ってたんってなったら、え、どうしたんってって、ここやで約束してたんってなって、よく来てくれたなーみたいな、いや、後編かと思ってて、って言ったら、約束してたん18時やで、夕方の6時やでって言われて、会えてよかったって言って、夕方のその6時から、 朝の6時半までその場所でずっと二人で喋ってたんですって。で、6時半に私も行かなきゃって言って、あの、え、どこ行くのって言ったらもう会社行かなあかんからって言われて、え、何の仕事してんのって12時間以上喋ってんのに何の仕事してるか聞いてなかったんですで、あ、そうかそうか会社勤めてんのかって言って、向こう車乗り込んで帰るってなった時に最後メモみたいなの渡されてじゃあねってなったんですって。じゃそのメモに、えー、30歳の時にまたこの場所で会いましょうって書いてあって、みっともない報告しか、 元彼にできへんかったから30歳まで頑張って次はいい報告できるようにしようって言って、えー、ここでまたお笑いを再燃するっていう風になったんですよ。この出会い方とかめちゃくちゃドラマチックじゃないですか。その、まさにそのパチンコの演出みたいじゃないですか。そのドア開けるときとか、彼女がいたら大当たりのやつみたいな。 いやあ、すごい人生送ったはるなと思って、こういうのがいっぱいまだ他にも、ライブで話していない以外にもあるらしくて。で、一番最後にそのライブではまだ他にもトークあったんですけども、ヤジマリさんの2分ぐらいの意味わからんダンスで、ヤジマリさん的にはもうそれ意味わかんないですよって言って盛り上がって終わるはずやと思ってたと思うんですけど、みんな、うよ曲折あって、 いろんなことがあって、この芸風のヤジマリーさんが今ここにいてくれてるみたいな気持ちになってるから、みんなちょっとうるっとした感じでそのダンス見守って、唯一ダンスタイムだけ滑ってました。<laughs> <laughs> そんなヤジマリーさんのね、また多分第2弾もあると思うので、ヤジマリーさんのことなので、ぜひ次回もあったら、皆さんオンラインもしくはライブ会場に来てくださいということで、またここで一曲聴いていただきましょう。光源氏でガラスの10代。 えこの時間は、相席スタート山添館の桜橋919をお送りしています。えー、先ほど、矢島里さんの話でえ出てきたガラスのお10代は、ガラスの少年キンキキッズの間違いでした。失礼いたしました。<laughs> メ,メールください。メール行ったらもうそのままいけるから。高橋さん早くメールください。<laughs> 失礼いたしました。ごめ <laughs> んな <laughs> なんか僕の中で <laughs>、あのー、ローラーついてる靴と、 矢島さん生で見たら結構ふ老けてるから勝手にめっちゃウエア思っててよう考えたらタッキーの翼の話とかも聞いたからガラスの少年のはずなんですよ少年で聞いてたのに俺10代に、ね、自分で勝手に変換して持ってたんやと思います失礼いたしました <laughs> 最悪もう <laughs> でしかも一回高橋さんそういえばガラスの少年とガラスの10代どっちですかって あの本番前に聞かれたんですよ俺ガラスの10代 <laughs> はっきり言うてもうてんな <laughs> それあったのにホンマにしかもみくちゃで教えてくれてすいませんありがとうございます <laughs> 言わないで言わないで <laughs> <き>て<る笑>えー、石川県サーモンフレーク矢島リーさんの人生素敵すぎます今すぐ本か映画にした方がいいですねえめちゃくちゃいいでしょうで 多分ね、矢島さん結構覚えてはんのよね。いろんな出来事を。で、自分の中では多分あんまり、その、俺らほどすごい話だと思ってなくて。この世界に入ってくれたから、あのー、ちょこちょこみんな聞いたりするじゃないですか、聞く機会が。あって、俺もトークライブとかで聞かしてもらったら、とんでもなくおもろくて、みたいなのが。 いいっぱいあるんですよ全然多分こっちがなんかもっと深掘りしたらいっぱい持ってはると思うななんかそういう星があるんすかねドラマチックな <laughs> であの僕が25歳でその約束があったとしても多分行かないんですよなぜなら日は断定できたとしても <laughs> 時間も場所も覚えてなかったら、相手と連絡取ってまですることじゃないじゃないですか。そうやってやぼやし。ね。だから、そんな無粋なことはしたくないし、あやふやなままやったらいかん方がいい。で、いかへんと思うんですよね。でも、そのままやじまりさんはやっぱ迎える人やから、この、ドラマが生まれるというか、すごいよなぁ。 岩手県、欲しいものは欲しいも。ヤジマリーさんの素敵な話。第三者の詐欺師から聞いてとても感動しました。<laughs> 次回もあったらぜひ見たいと思います。ありがとう。見てくれたんや、欲しいも。最高やったよな。めちゃくちゃ良かったよね。あれはいいと思うわ。で、二日間しかなくて、いっぱい多分オンラインが異様に増えたりしたら延長あって多分まだ聞けたんですけど、多分ね、もうオンライン見れないんですよ。なのでちょっとでもね、知ってほしいですね。 えー、千葉県小林部活辞めるってよ。いや、めっちゃいい話だったのに急にパチンコとかやめろや。そういうとこやって。え <laughs> いや、じゃと入れたなるやん。<laughs> 入れたなるやんか、それ。ええやん。俺ん中ではもうほんまにドア開けたらユリアおるかみたいなんとかもういっぱいパチンカはこれやっぱよぎんねんほんまにライブチーム思ってて 俺、大当たり演出やんって。追ってくれ、追ってくれって思って。<laughs> <laughs> でも、それぐらい、ほんま、こういうの挟まん方がいいトークライブやったけど、でも、挟まへんかったら、もう、うんうん要因なのよ。そう、だからちょっとでもいい話っすね、とかね、思ったんで、次回、またぜひ皆さん会った時にはよろしくお願いします。<laughs> おはようございます。この時間は相席スタート山添館の桜橋919をお送りしております。ということで、今日のメールは全編怖いな。<laughs> ラジオネームボランチは要。ヤジマリーさんのネタで、巻き起こせムーブメント。向かい風がピューピュー。腰からシューシューシュー。レッツエンターテインメント。というセリフがあると思います。 先ほどの話を聞いて、このセリフが今まで以上にかっこよく感じ、感動しています。もう、ヤジマリーさんで笑えそうにないです。<laughs> やばい。営業妨害してもうた。いや、でも、かっこいいね。内から出るかっこよさめっちゃ感じねんな、俺、あのレライブから。ほら、巻き起こせムーブメン。向かい風がピューピューよ。で腰からシューシューシュー。 レッツエンターテイメントヤジマリーエンターテイメントさんやからフルネームで言うとねまさにエンターテイナーなんすよ一人でホール貸し切ってすごいでしょすごいわほんまに一人であんなことできる芸人ってい,いひんけどなえー、デビルカツヤジマリーさんが立体駐車場に置いてきた財布の色は赤色ですか <laughs> パチンコで来てるやん 赤やったらチャンスアップやん <laughs> 怒られるって小林部活やめるってように怒られるって <laughs> であのそうね赤でチャンスアップうん背中女の人の背中見えてるパターンもあるよなドア開けてユリア出てくる,るパターンと女の子の背中で シュッシュッシュッって振り返ったら、全然違う別人っていうパターンマン <laughs> <laughs> 知らない人ではねえかよ。エンターテインメントとか言って外れない。撃ちたいな矢ヤジマリーさんの台神奈川県魔法の三原色。ヤジマリーさんが出したサインなら当たるんじゃないんですかああ、確かにな矢ヤジマリーさんでもそういうの持ってそうやな 持ってはりそうやわ。でも結構ね、ヤジマリーさんってね、不遇やと思うんですよ。多分同期の方の中やったら、ピスタチオさんとか、K さんとか、えー、チームバナナさんとかが東京やったら同期なんですけども、まあ、大阪やったらバンビーノさんとかになるんですけどね、アマコインターさんとか。その、選抜とかも入ってらっしゃらなかったし、ずーっとね、ライブの数も結構そんな多い方ではなくて、 若手とかって劇場のピラミッドを入れられるじゃないですか。そのピラミッドでもなかなか上に上がってこれへん下積みは結構長かったんですよ。だから、そういうのも全部こう、それこそ向かい風ピューピューじゃないけど、プラスに変えて変えてやってきたはった人やと思うから、多分、みんな、同期の方でも知らんドラマまだまだありそうな気はしますね。うん、聞きたいなぁ。 コンビで呼びたいなぁ。スカちゃんさん。えー、お、ミミミカン。山添さん、ジャパンカップ、ああ、サイン競馬の話ね。ジャパンカップは、今回強い海外馬も参戦する予定があり、予想は困難を極めると思いますが、今回同様、私からおすすめの馬をあげようと思うので、15歳の僕の予想も、加味しながら予想していただけると幸いです。僕は、自己責任でついていきます。山ちゃん、死ぬ時は一緒やで。<laughs> 15歳や思えへんななんか一回お前は他の曜日のスパイやみたいなこと言って本当に謝りたいうんついていくって言ってるけど俺がついていくまであるうん <laughs> 静岡県自主規制こんばんは飛行中のコーヒーの友達ですうん地下労働が決まり反省してると聞いたところしてないと返ってきました <laughs> こいつは月曜チルドレンです。一生火曜の地下労働でコーヒー蒸発してカラカラになるまで働かせてやりましょう。<laughs> いいね。いやいや、そうよ。いや、反省してないでよかったわ。してるって言われたらこっちやっぱちょっと、あ、申し訳ないなっていう気持ちになるから。いいよ。ああ、飛行中のコーヒーくれたやん。え悪いの俺勝手に勘違いしたの山添さんですやん。そもそも、 密告メールだけで勝手に喧嘩始めんなよ。直接会ってから喧嘩しろよ。<laughs> <laughs> ああ、いいね。よかった。どうや、ミクチャのコメントなんか、俺がコーヒーになんかこう人みしてるとき、ひどいみたいなコメント結構あったぞ。俺はわかんねえ。コーヒーはこういうやつやぐらい。あ <laughs> <laughs> ら、やってきよった。 俺と流派が似とるわ。<laughs> くっそ。<laughs> いいですね。じゃあ行きましょうか。あ、まだありますはい。でも、リスナー同士で仲いいんやね。自主規制と飛行中のコーヒーは繋がっていると。<laughs> オッケーオッケー。覚えとくわ。あ、でも全然住んでる場所とか違う。年齢は近いけど。 やっぱこういう貸主同士とかでもあんにゃろねよく名前聞きますよとかええよな趣味一緒とかやったらねうんえー、こちらテーマメールですね、えー、ずっと春休みでいいのに3歳年下の弟にさすがに彼女できてねえよなと冗談交じりでかましたらいやこの前も家来たしてか1年経ってるしと言われました 兄が童貞であるにもかかわらずセックス済みの弟結構心に来ています <laughs> 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 いやんね決めつけって怖いよなほんまにまあでもやっぱそうか焦るかうち男4人兄弟なんすよで弟年子やからまだそんなに思わんけどちょっと年離れたら思ったかもしれんなこいつ彼女とかいんのかなとかね。でも なんかね、その高校球児ずっと年上感あるとかみたいなんてちょっとあったじゃないですか昔的な感じのかもわかんないですけど弟ってまさかその彼女とか同性とかっていうのをなんか結びつかへん感じはしばらくありましたね二十歳ぐらいまであったなそれこそミキも中学一緒なんですよで後生は 一個違いやからお兄ちゃんの方は1個違いやから中学かぶっててで高校時代とかもなんかあったら遊んだりしましたけど亜生は3つ違うから、あのー、同じ時間は過ごしてないんですよだからすごいこう昴生とおるときとかサッカーの試合とかのときに見に来てるかわいい弟みたいなイメージやからあいつがね、あのー、ラジオで下ネタ喋ったりね楽屋で下ネタ喋ったら。 もうほんまそんな筋合いちゃうのにもうやめえみたいな気持ちになってまうんですよ <laughs> 似合わんとか勝手に思ってまうん17-18ぐらいからずーっと亜生のこと知らんのにそれからの亜生のことやめえっていう気持ちになってまんうほんま何なんですかね当時の印象のままではいなんか 女の子にもありますよね。男からして。勝手にこの子はこういう子やって決めつけて。まあ多分、女性側もありますよね。付き合ってから、あ、こういう人やと勝手に思ってたら、それこそなんか本が好きで、科目そうやと思って、なんかクールでかっこよさそうと思って付き合ったら、むっちゃ二人っきりの時になんかバカみたいな笑い方して気持ち悪いとかね。た分あるでしょうね。えー、兵庫県尼崎市。 甘崎岸みなのな言うてもと。うん、えー、ラジオネーム、島里前鳥僕はゴリゴリのギャルが好きです。ゴリゴリのギャルなんて見た目や雰囲気さえ気にしてれば落とせるだろうと思っていましたが <laughs>、この間出会ったギャルと楽しく喋っていて誘った時に、っていうかあんた仕事できるんと言われました。ゴリゴリのギャルの中にもガチなやつはいます。気をつけてください。あ、俺むしろ逆やな。なんか、ギャルは、 しっかりした子多いイメージあるけどな。うん。そんな気する。それなんでなんやろうな。なんか、多分ね、流れでギャルになった子と、自分の意思を持ってギャルになった子がいて、自分の意思を持ってギャルやってる子って、多分、他者からの目も、もしくは家族からの、 何そのカッコチャラチャラしてみたいなも多分跳ねのける強さ持ってるからあんたは責任感とか自分のあのー、やり通したいことへのあの貫き通す強い気持ちそういうのを持ち合わせてる男かっていう問いかけてくる部分はめちゃくちゃありそうやけどねうんそうやね 全然逆やと思うな。若いんかな多分、嶋佐と前鳥り。まだまだ。全然若そうやね。えー、ウニうに丼はおやつ。高校2年の時、部活の見学に来た1年生に、顧問が何も言わないからサボり放題だよ、と言いって説明したら、私の父です、と言われました。<laughs> 顧問の娘でした。<laughs> かわいそうに。かわいそうに。なんでそんなことなる 薄いとこ引いたな優しさやんその、まあ、息りもあんでその慣れた感じというか、バイトの先輩以下で吹かす感じもわかるよ。その、意外とバタバタしてる時はあるけど、あの、一息つける時間は自由に取れるお店やから、みたいなね、飲食店で <laughs> いう感じというかね。その、そんな方に力入れて、やらなあかん部活じゃないよ。 安心してねぐらいの優しさも入ってるやん、一気に中に。私の父です。それはきついわ。かわいそうに、ウニ丼。顧問の娘でした <laughs> <laughs> あ。さあ、ということで、えー、メールは以上でございます。引き続きメールの方を募集します。受付メールアドレスは yamazoe.obc1314.jp。O え山添アットマーク OBC1314.jp です。ということで、こちらのコーナーに参りましょう。絆変換絆変換は、パチンコスロットのアローナンバーヒップステンの提供でお送りします。借金があります。借金のことを絆と変換する私、山添のように、あらゆる言葉を絆変換、プラスに変換していただくコーナーとなっております。さあ、どうでしょうかね。 えー、ラジオネーム、河線部は見た。やたらとカラフルな色合いであることが多い、消費者金融のカードの絆変換。マカロン。わ <laughs> かるわ。わかるわ。カードね。ひときわカラフルよな。キラッとしてるよね。 <laughs> 心得があるね河川部は、うん、マカロン何個持ってる <laughs> <laughs> お前はいくつマカロン持ってる <laughs> 俺は昔よマカロンもらった <laughs> ああ 逆に目立つな、これ、そばで。あんななんか顔引きつってマカロンの話してはんのやろって。逆に目立つわ。<laughs> えー、ラジオネーム、河川部は見た。パリピのハイテンションにうまくついていけないことの絆変換。断熱性。<laughs> ちゃええやん。ええやん、素敵。素敵やわ。あーわかるわ。 断熱性あるわ、俺。めっちゃあるわ。で、あのー、パリピもそうやし、あとね、水商売のバイトするときとかも芸人って結構分かれるんですよ。そこってやっぱお酒の場の席やから、ちょっと断るごとにパリピ乗りになる時があるんですよ。イエーイとか。ただイエーイとかね。 ただ「ふぅ」とかただ「イエーイ」ってやっぱその俺は言いたないんすよ理由がないから <laughs> <laughs> 難しい男でしょ面倒くさいですよねこんなやつただ「イエーイ」が欲しいからただ「イエーイ」って言えばいいのにそれから言える芸人と言えへん1個使える芸人がいてそれも多分断熱性やと思いますわああわかるわーうーん えー、くじのくじら。その身は食べられる。の、絆変換。美味しくはない。<laughs> <laughs> <laughs> あー、ぽいなめっちゃぽい。その身食べられるようのとこって、今までなんか見たし思い返すけど、 うまーって言ってんの見たことないわ。あ、うんうんうん。あなんか、ちょっとこう芋っぽいっていうか、とか言ってる感じとかしかないわ。ちょっと酸味効いててとか。うん、でも奥に甘さあって。そのみ食べ、そのみは食べられるよ。美味しいこれはならへんね。ほんまやな。すごいわ、それ。えー、三体が。人が食べてるピザ。 の絆変換めっちゃうまそう <laughs> な<あ> <laughs> どうやって使うねん <laughs> これ <laughs> どうやって意思の疎通取れんねん <laughs> じゃあ人が食べてるピザをめっちゃうまそうやったとしよう <laughs> な<あ> <laughs> この間「めっちゃうまそうが」があのめっちゃうまそうやって。 ほんまにあの <laughs>、あの、いや、めっちゃうまそうなところに、あの、いってん、俺、たまたま。<laughs> もしたらめっちゃうまそうで、温めたらより一層めっちゃうまそうやってん。いや、でもこのめっちゃうまそうは、さっきのめっちゃうまそうとは違うめっちゃうまそうで、<laughs> なんでわ <laughs> かるけどな、人が食べてるピザ。わかるわ。なんか自分の時あんま、 あの感動ないねんな。人はこう食べてる、この、ビジュアルが、うまそうってなるけど、自分のここって、あんまりやねんな。そこまで。ここうまそうやねんけど。この視界、より人が食べてる視界のうまそうやんなあれ。えー、くじのくじら。天みゆうきさんの買うカメレオンが、陸という名前である理由の絆変換。うん。天さんは、 リク君のことを溺愛しており、自分の命よりも大切で心を満たしてくれる唯一の存在。アマミという大切な名前に足りないもの。リク。そんな大切な部分を満たしてくれる存在としてリクと名付けたのだ。<laughs> <laughs> おいどこまでがほんまやねん絶対嘘 でも絶対嘘って思い切れへんねん。<laughs> ほんまやった時に怖いから。<laughs> どこまでやねん。これはでも <laughs>、これはでもまだイージーちゃん結構攻めすぎてへん天海祐希さんでカメレオンは。<laughs> 嘘やんな。<laughs> 教えてくれ。 カメレオンは攻めてるけど、陸がっぽいね。でも、遊園は嘘やね。攻めすぎやね。天と海にない、足りてない陸。そこから陸。これは攻めすぎやと思うね。でも、万が一カメレオンと陸は合ってる可能性があね <laughs> んねん。遊園は違うけどとかもあんねん。怖いねん。いやいや、知らんのっていうコメント来てるやん。俺、これもう飲みにはしたらあかんと思うねん。 えほんまにまほんまいや、これわからん。もう、ミクチャのコメントをこれ信用でけへんって。え、有名やでとか。え、ほんとなのって騙されてるリスナーもおるし。これわからん。ほんまに。えカメレオンがリクになった日があんのこれライブしてくれんの俺わからへんわ。え どうですありましたないっすか <laughs> えー、天海祐希さん「ペット」で調べたら <laughs> 天「天海祐希誰かといるより一人がいいペットも飼わない責任持てないから」っていう記事出てきたわ <laughs> よかったよ <laughs> かったねえ信じて俺一回お会いしたことあるぞ 次を愛した時に知ったかぶりで。アミンさん、あの、実、僕知ってます。リク。リクってか言った。どうするなぁ。おま、耐えた耐えたあぶね <laughs> ありがとうございます。高橋さん、ちゃんと調べてくれて。あぶねラジオネーム、ブランコ。2022年5月度の CM 好感度ランキングで見事1位に輝いたアメリカの食用油。<laughs> えー、オイル食品を製造販売しているファットヒル社のミランダカート、花子、岡部、えー、が出演している日本版テレビ CM の内容の絆変換。え、岡部ってこう下の名前、大って書いてどっちですか大。岡部大演じる冴えない男子高校生のシーチキンくんの隣の席に ミラン・ダカー演じるアメリカから転校してきたエクストラバージンオリーブオイルちゃんがやってきたことで徐々にシーチキンくんの高校生活が花開き彩りを帯びていく青春物語 <laughs>。もうええって。もうええって。5月度の CM 交換のランキング調べてもらうか。なこれは攻めつきやって。 <laughs> <laughs> ないっすよね、うん、でも花子の岡部君やったらありえるな好感度高いっすよ何なんでしょうねあの好感度のある感じ印象いいわあのバーンと出る前の岡部君のおざす っていうのとバーンと出てもうチャンピオンにもなっていろいろもうテレビでも売れっ子になった後の久しぶりに会った岡部君のお雑洲でなんか話しかけてくれる雰囲気全く変わらへんもんねそり印象えは好感度高いと思う思うわえあ何もないかあれ 違うなんか金庫みたいなのあるんですよえ,ああえ,、ま、前,すえ前なかったっすよねこのスタジオにこんなちっちゃい金庫で金庫があって金庫のこのいたドア側がスケルトンになってるんですよにピストルのこの持つとこみたいなのがあんねんけどな,な,なんなんですかここ ピストルなわけないと思うけどこっから見たらもうピストルの持つとこにしか見えへんえ俺言ってもうてるやないですか生放送でピストルえピストルスケルトン金庫に何で入れるんですか <laughs> <laughs> もう怖いわもうここもう絆変換中に <laughs> もうちょうど俺に気づかせるような作りやん <laughs> <laughs> すみません。気を取り直して。<coughs> 東京都トリケラトプス。土曜午前9時から放送中の成田寮 <laughs> ネクストグローリアにて。またや。成田の身の回りで起きたどうでもいいニュースとリスナーの身の回りで起きたどうでもいいニュースを比べ、どちらのニュースがどうでもいいかを競うコーナー。成田とお前のどうでもいいけどさ。で、コンビニでパスタを買ったのに、 えー、フォークではなくスプーンを渡されたので、スプーンの持ち手の部分で、えー、頑張ってパスタを食べたという、成田のニュースに圧勝した、ラジオネーム、トルクメニスタのニュースの絆変換。自動販売機でカルピスを買おうとしたら、間違えて違うボタンを押してしまい、38年生きてきた人生で初めてブラックコーヒーを飲んだら、思ってたより苦かった。 <laughs> <laughs> もうないねんないねんってネクストグローリアはないってバレててなんでこんなにリアリティのある放送回を毎回つまんで持ってくるんやなぁコーナーちゃんと考えてるやん <laughs> 面白そうなコーナー <laughs> でこれ成田さんが負けるっていうのもええしね、うん、負ける方が絶対おもろいもん <laughs>、えー、大阪府腹黒いアルデヒドマジシャンからまずこの種も仕掛けもないトランプの束からご自に1枚お取りくださいそしてそのカードを覚えてください 覚えたら、それをこのトランプの束の中に入れてください。今から僕はこのようにシャッフルをします。怪しいようでしたら、あなたもシャッフルして構いませんよ。はい、どうぞ。シャッフルできましたかうん。では今から、私がこのトランプの束に息を吹きかけます。吹きかけます。<laughs> あなたが初めに選んだカードは、これですね。と聞かれたスザンヌの絆変換。<laughs> 初めに選んだカード忘れちゃいました。<laughs> キ <laughs> キサゴファミリーやエキサゴゴーーフファァミミリリやちゃうかこれ先週も来たよなんで忘れんねんだいや、確かにマジシャンの人結構長いこと喋ったよ。けどさ、もう、言ったらこの決まり文句というかさ、大体予想できるやん。予想できんのに、ちゃんと覚えてくださいって言われてんの。なんで忘れんの その時のマジシャンの顔を抜いてほしいな見てみたいわ俺そのドッキリやってみたいな一回ああすいません最初のカード忘れましたで一回やってみたいですね <laughs> あみたいな <laughs> それを何か何回目から怒り出すかとかやってみたいなで向こうが選んだカードを選ばされてるっていう可能性あるじゃないですかその場合 4回目ぐらいでしびれ切らして「ハートの鉢」とか言ってくれる可能性ありますよ。<laughs> その時んって言って「あっああ!」って下投げつけて <laughs> <laughs> やってみたいな。 え、引き続きメールの方を募集させていただきます。受付メールアドレスは yamazoe.obc1314.jp。山添 .obc1314.jp です。○○の絆変換丸々のフォーマットで送ってください。メールの件名、絆でお待ちしています。皆さんからのたくさんの絆、お待ちしております。この時間は、相席スタート山添館の桜橋919をお送りしています。メール、ありがとうございます。ラジオネーム、サンタイガー。 今後、山添さんに粗相を犯したリスナーは、金庫に入っているピストルで撃たれるやん。<laughs> なあ、武力でリスナー制圧するのは違うやん。<laughs> いや、俺はほんまに無関係。ほんまに怖なってんから。だって俺生放送やってるっていう自覚はあるよ、今。あるのに、えって言ってんね <laughs> さっき確認したら、これ言っていいんすか いいんですか、ね、まあいいか別に言ったところで消されるの俺だけやもんな <laughs> 機材らしいです <laughs> 機材と僕は今言わされています <laughs> <laughs> 何のための機材なんでしょうねうんそこまでは教えてくれませんでしたけどただ そこまでにしとけよっていう顔でこっちを見ています。<laughs> <laughs> 映してあげたいな、ミクちゃんの方にはせめて。その表情。これ、金庫の中って開けてもいいんですかえ首ちぎれるぐらい横に振ってます。<laughs> <laughs> <laughs> また冗談言って。<laughs> 開けていくぜに。<laughs> 岩手県、欲しいものは欲しいも。山添さん、もしかしたらこの部屋のどっかに拳銃本体、そして、え玉、ー、が隠されているかもしれません。つまり、すべて揃った日が被験者としてこの独房から脱出できる日です。部屋の散策、引き続き頑張ってください。アイテムなんや。パーツなんや。 だから俺が見えてるとこはもう拳銃の持ち手みたいなやつなんよ <laughs> そこは見つけたんやそれ俺の道具のなんか欄があってそこに今一個入ったんや持ち物リストに一個ずつ揃っていくんやポーションとかもあんやろなどっかに <laughs> なるほどねはあなんだやこの部屋ほんまに メータータあほんまや確かにその金庫の中に入ってるメーター何なんですか <laughs> やばバレたみたいな顔した <laughs> え俺の体温心拍数, <laughs> 心拍数何ですのあれもう言ってくださいよなんか俺が被験者の 雰囲気の話になった時みんななんか一個緊張走ってんねん <laughs> それが怖いよ心拍数ね <laughs> <laughs> いいカードの開示んでそんな怖いこと言うんすか <laughs> やっばやばいって最終的に俺耳かけるやんもう変な機械つけるやん なんか今日いつものイヤホンと違いませんって言う日やん、それ。<laughs> 今年ラストとかなんかありえるやん。<laughs> 少しずつ閉まっていくやん。<laughs> おはようございますとかの時ギリギリやん、もう心 <laughs> 刺さってて <laughs> <laughs>、えー。神奈川県フォトブック105。おい、金庫回収しとけって言ったろ 芸能人は後始末が面倒だから気をつけろ <laughs> なあ、<laughs> 字は怖いって。<laughs> なあ、活字は怖いえ、その、リスナーと、え、じゃフォトブックと繋がってるってことその、表向きに、とりあえず、踊らしといて、俺は。リスナーと、スタッフさんが全部繋がってて。 エンンターテイメンやハハハハハヤジマリーさん呼んで多分すっごいピュアな人なんですよすかちゃんさん多分特にヤジマリーさんで俺がただただそのこういう実験でこの番組の手でやられてるっていう嘘の情報をただただ聞いて。 相談するっていう放送やったらなんかおもろそうですね <laughs> リスナーも助けてあげてください僕たちでできることは限られてるんですみたいななんかメールいっぱい来て <laughs> 矢島理事さんにそれ呼んでもらって <laughs> 下手したら泣く可能性あります矢島理さん <laughs> で変になんか五年後にこの場所で約束して終わろうかな <laughs> ラジオネーム昼は2時から先週のポップアップ拝見しました。ありがとう。カレーのコクを出す方法として、うん。1リットルの水が必要な場合は 800ml をトマトジュースに 200ml を水にするという説明に対して山添さんは 水の代わりにトマトジュースを入れるということですかと聞き返していました。<laughs> 周知人が揃った結果、山添さんの中にそのままインストールされたんですかくれぐれもパフォはインストールされないようお気をつけください。<laughs> やってたわやってたよう見てんなほんまにケイさんとか佐野アナに だから言ってるやんみたいな顔されたわ <laughs> ほんま <laughs> <laughs> え一1回で理解できた俺ほんまに <laughs> ほんまにその意味が分からんかったよ最初これ「シュ心現象」<laughs> いやもうほんまもう良くないわ良くないコーナーやってんのかもしれんもしかしたら 絆変換で絆として俺の中に入りすぎてるかもしれん。あかんわ、もう、もろてる。周知品ろてもうてるわ。えー、引き続きメールの方を募集させていただきます。受付メールアドレスは、yamazoe.obc1314.jp。山添 .obc1314.jp です。この時間は相席スタート山添館の桜橋919をお送りしています。ということで、こちらのコーナーに参りましょう。 山添カンジャムー山添ンがお届けする七夜限りのジャムトークセッション。リスナーから頂い,いたリクエストソングをお届けし、その楽曲について山添ンの持つ知識をフルに使い、専門的に徹底解説いたします。歌詞が何を暗示しているのか、何のメタファーなのか、えー、山添ンがあなたに教えられるのも今夜で最後となりました。ということで、メールをいただきましたよ。チャオズ 山添ンジャム最終回で紹介してほしいのは、周知心の周知心です。先週の絆変換で3人が揃い消えていった彼らの楽曲は、周知心のかけらも見えない山添さんにはどう響くのか知りたいです。また、コーナー最後の曲が周知心というのも恥ずかしいのか知りたいです。<laughs> 山添関ジャム今までありがとう。なるほど。確かに周知心俺、聞いたことないな、しっかり。うん。 なんかよく流れてたのは聞いたけど、がっつり歌詞を感じて、感じ取って聞くのは初めてかもしれません。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。なるほど、なるほど。コーナー最後の曲が羞恥心。いや、俺はとてもいいと思うよ。うん。大事やしね。この恥ずかしさ。えぇ、ー、山添カンジャム最後の曲は、羞恥心の羞恥心です。いやー、あのー、全八やないっすか。ちょっと待ってくださいよ。 もう、全フレーズパチンコや。えー、笑いたきゃ笑うがいい失敗ばかりだけど、もう負けてんのにいかんときやってイヤホンと言われてるでしょブルーな気分にはならないのさ、これは青ホリとかけてます。えー、俺は金も勇気も何一つないけれど、力の限り生きていくさ。もうこれはもうね、金ないけども、でも買ってプラスにするんだという気持ちが入っていますよ。ズタズタにされたプライドを捨ててしまえば明日が見えるはず。えー、負けを繰り返してるけれども、次の価値を信じて生きていこうよというメッセージですね。 どんまい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 は、一緒に乗り打ちいった仲間が、せっかく当たったのに通常引きました。えー、核兵は引けなかったと。泣かないで、涙なんかは似合わない俺の胸にさあおいで,で抱きしめてあげると。恥ずかしいのわかるよ、恥ずかしいのわかる。でも俺らはいつだって、えー、核兵を信じて生きるんだ。人生、人生、人生、夢で生きてるでございますね。もう、ど真ん中。うん。 やっぱりだか鶴のんとこの、たけちちゃんはやっぱり、ええー、歌歌ってくれますね。最高。うん。いや、だからさっきも自然と俺がコメントでも来てましたけど、ポップアップで鶴乗ってるやんっていうの来てましたけど、うん、やっぱり、一番しみるわ。やっぱり、周知心の周知心は。パチンカーの歌やね、まさにこれこそっていうね。うん。 え、山添館のジャムトークセッション、ここまででございます。はい、<の>たくさんのパチンコの曲、今までどうもありがとうございました。できればパチンコ以外の曲も送ってくれたら嬉しかったかな。ここまでのお相手は山添館でした。 はい、セキスタート山添館の桜橋919そろそろお別れのお時間でございます。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもございます、えー。皆さんからのコメントも読ませていただきますので、ぜひそちらをご覧ください。まだミクチャの方でね、えっ、ー、と、ご覧になったことのない方は、結構簡単なボタン、プッシュ、2、3発ぐらいでね、えー、アプリダウンロードしてミクチャで、えー、アーカイブご覧になれるので、一回試してみてください。はい。で、あの、 ラジコの方もね、プレミアム入ってくれたらどこでも来て、聞けますし、ラジコで、えっと、来けへんねんっていう方は、ミクチャの方でも諦めないで登録していただければ、全然映像と一緒に一週間見れますので、そちらの方もご覧ください。ということで、えー、来週からですね、山添カンジャムの場所にバニーが来ます。はい。なんか勝手にコーナーもできるからね、 なんか皆さんその辺もわからないですけど、お楽しみにしていただければという感じでございます。えー、クジのクジラ山添さん、するのかが止まらないなら、僕らが終わらせます。僕らには絆があります。せめてこの手で、銃は多分僕らが使うものです。しっかり脳手も打ち抜いてみせます。大丈夫。あとは引き継ぎます。安心してください。 あの、ひ、一息でいけよ。<laughs> あのー、三つ数えたら打てって俺が言うから、三で行ってくれ。三、二、一、パンじゃなくていい。三、パンで行ってくれるぐらいのやつに、打ってほしいね。<laughs> 痛い思いはさせないよとかもコメント来ますわ。えー、飛行中のコーヒー。山添さん。ごめんなさい。反省しています。 ピストルで撃ち抜かれるのは本当に怖いです。許してください。震えが止まりません。思わぬ効力あった。怖いよな、飛行機のコーヒー。うーん、わかるわかる。あのー、確かにね、スタッフさんが、やかましいリスナーがいたら、あのー、 これ渡すんで言ってくださいって、この後言われる可能性があるからね。俺もね <laughs>。確かに。一応用事はしといて。うん。<laughs> 絶対コーヒー思ってない。えー、すずりの涙。え、すみません。そこに、ピストルが入ったスケルトン金庫があるってことですか <laughs> なあ。釣るのだけしちゃったんかい。 すずりの涙って。いやいやたけしさん、あの、聞いてるんやったら、まず、たけしいじり怒った方がいいっすよ。<laughs> <laughs> もう、喋んなとか言ってますよ。つるのたけしと喋んなとか。<laughs> 俺も嫌いになったとか結構な言われ方してますよ。<laughs> えー、<laughs> いろんな人が、俺以外にも、つるのたけしになってってるやん。伝染してってるやん。 みんな気ぃつけてくださいね。知らん間に、みんな鶴のしになる可能性あるし。パン,ンデミックになってる。パンデミックになるから。あの、鶴のしって友達みたいに近づいてくるから。<laughs> <laughs> 一応吉本でもコンプライアンス研修をしていかなあかんってなってんねんけど。うん。自覚持って、私は絶対そうはならないぞって思ってる人が、 彼氏の影響とか、彼女の影響で鶴のたけしになる可能性もあるから <laughs>、気をつけていきましょう。というわけで、最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後はアフタートークでもお待ちしております。ということで、ここまでのお相手は相席スタートの山添勘でした。遅くまでありがとう。